で、はい、さて第8回でですね、ズッチを恥ずかしがらせる言葉を投稿してくださいとこちらお願いしたところそういうメールめっちゃ来たのですが、ちょっとですが、はい、むしろズッチをこれ以上いじめないでくださいという投稿がなんとありまして、優しい、なんかね、ペロリストの皆さん優しいですね、うん、ということで今からそのズッチへの励ましのメールをご紹介したいと思います。待って、嫌な予感しかしない。これね、今ね、ちょっとね、待って、リスナーの皆さん、これ完全台本なのに、私の台本に今ユッケに渡された別紙何書いてあるか分かんないんです。うん、そう、いや僕も初見なんですけど、はい、じゃあこちら、ズッチへの励ましのお便り、はい、敏感ネーム励ましあの地球人のようにクリッのことかー男性29歳、月水金、はい、2回半。おお、待って、半ってなんだよ半って、うーん、あー、やっぱりちょっとやめとこ、疲れるからってやめとこ、やめとこ。お前さ、微妙なところで成人だな。気になっちゃいそうだけどね。はい、ということで、ユッケさん、静かセクスカリバー、これ早速さ、恥ずかしがらせてんじゃん。セクスカリバー、ユッケさん、静かいいよ、セクスカリバー、セクスカリバー。今、下ラジ第8回を聞いたところです。はい。ユッケさん、ペロリストの皆さん、あんまり、静かをいじめないであげてください。ちょっと静かって呼ばれて、あんなに恥ずかしそうにしてる静かが、かわいそうだと思わないんですか？みんなして、静かが恥ずかしがることを楽しんでるとか、どんなプレイですか？静かは、みんな敵だって言ってたけど、俺はどんな時でも、静かの味方だよ。敵だよ！頑張れ、静か！すごい、心温まる。温まんないよ。温まる。だってこんなに静かのことを心配してくれてるんだよ。そうだね。心配してるんだったらまずね、うん、私の下の名前をまず書かなくてもいいかなって思った。違う違う違う。あの、深読みすると、だから今後、もう静かはいろんなところに羽ばたいていくわけじゃん。いろんなラジオをやっていくわけじゃん。読んでね、ユッケ。うん、じゃあ、ズチ、はい、いろんな、もうこれからどんどん活躍していくわけじゃん。できたらね、うん、やしていくんだよ、君は。はい、そんな時にやっぱり僕なんかよりもよっぽどねド S なパーソナリティっていると思うの。そうなのかな、共演者っていると思うの。そんな人からもう静か静かで勧められたら静かはもうね立ち上がれないと思う。だから少しでも本当になれるために僕たちの愛で静かを、もう静かと何回呼ばれてもこんなに恥ずかしがらない人間にしようっていう愛だよ。なれないの。なんでそれがわかんないんだ。わかんないの。もっと熱くなれよ。熱いもん。ダメ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 。真っ赤だよ。こんなことでね。待ってください。あ、はい。ということで。全然励ましてない。あの地球人のようにクッのことか、キュン。励ましのメール、ありがとう。ということで、以上、下ネタという概念が存在しない退屈なメールでした。アニメの感想、出演者のメッセージなど、投稿お待ちしております。なるほどね。もう、嬉しいね。嬉しくない。愛を感じる。感じない。